はい、皆さん、チョニーのニコです。こんばんは。もうここ何ヶ月ぐらいやろう、バイクで事故ってからずっと毎日ね、近くの接骨院に行くんですよね。ほんでマッサージを、1時間近くやってもらってるんですけど、まあ、ウォーターベッドとか、電気の針みたいなやつとか、手のマッサージ、ほんで足のこう圧迫するやつってやってもらってるんですけどね、これがめちゃくちゃ気持ちいいし、このやっぱり手技ってやっぱり相性あるなと思って、僕はね、いつもそこの院長さんにやってもらってるんですけど、やっぱり相性がいいんか、めちゃくちゃ気持ちよくて、体がめちゃくちゃ楽になるんですよね。やっぱりね、ずっと体を酷使するような仕事をしてたら、やっぱりこういう風にマッサージとか行って体のメンテナンスもしにひんかったら、こういいものが作られへんなと思います。で、今日はですね、ちょっとこういう風なヘリ落としとかあるじゃないですか。こうやって皆さん研いでます？やっぱり切れ味悪くなるじゃないですか、この角を落とすやつなんですけど。で、ちょっと僕もね、大体ね、2ヶ月に1回ぐらいいるんですけど、だいぶ切れ味悪くなったんで、まあ大体ね、月末とかにやるんですけど、ちょっとこれの研ぎ方をご説明したいなと思ってます。よろしくお願いします。ちょっとね、カメラを動かしていい場所を、こんな感じかな、こんな感じかな。でね、僕が使うのはちょっとここら辺、光ってますけど、1000番のペーパーにちょっとこれがね丸まってるんで、こうまっすぐにして、これにこう青棒ルージュスティック、これをつけて、まあ包丁研ぎで言うと砥石のような役割だと思います。でね、こういうオイルをつけて、まあ僕なりのやり方ですけどね、いろいろねやり方あると思うんで、いいやり方があればまた教えていただけるといいと思います。嬉しいですね。で、このね、先がなんせヘリ落としって、これは1番なんですけど、狭いんですよ。なので僕はね、細い針を使って、針をこの下に入れて、でこう、もうこれだけですね。ずーっとこれをひたすら、でだんだん感触とか音が変わった感じで、もうなんか研げたなっていう。で、あまりにも研ぎ、なんていうんやろ、研ぎが悪いなと思ったら、もう400番から始めて、800番、1000番とかにまでやる時もあります。これまあ耐水ペーパーですね。で、こう、これをずっとただひたすら、やっぱりね、道具をたまにちゃんと手入れしてあげんと、その随所随所がね、作品のクオリティがやっぱり悪くなるんで、面倒ですけどね。本当は1ヶ月に1回とかやる方がいいんでしょうけどね、僕でだいたい1ヶ月に1回、2ヶ月に1回ぐらい。ほんで、まあちょっと悪いなと思ったら、その都度やるようにしてます。で、これでやってあげて、これ床側張った棒なんですけど、こいつにオイルをまた染み込ませてあげて、こいつでもこう研いであげる。これがまあ仕上げの段階ですよね。こう、やっぱり1000番でも、まあ粗くはないけど粗いんで、次は床側、で次こちらがですよね、銀面っていうんやったっけな、銀面。こういう角を使って、で
感じかなと思ったらこういう半端な皮で、ほらめちゃくちゃいい感じ。後ろはどうかな。あ、めちゃくちゃいい感じです。こんな感じに綺麗に研げるようになるんですよ。まあ持ってる道具をもうこれを機に全部やってしまいましょう。まあヘリ落としはね、その名の通り、角を落とす、ヘリを落とす道具ですよね。これもやっぱりいろんな太さがあって、その使う革によって、ほんで仕上げの革の厚さによって、番手を変えて、まあ深さですよね、これの場合。角度というか深さが違うんで、ここはね、1番、2番、3番まで持ってますね。2番とかはあんま使うことないんですけどね、こいつですね。でも一応まあまあ持ってて使うこともあるやろうという。やっぱ1番がよく使うかな。3番はねベルトですね。ベルト打ちのやつは分厚いんで、ベルトはもう3番でやってますね。角がねやっぱりどんだけ丸く引っかかりないように作れるかっていうのもレーザークロスの一つの醍醐味ですからね。でこれでこんなもんかな。2番さあどうかな。こっち側、あーちょっとまだ硬いな。ほら引っかかるでしょ、研ぎが甘いとこうやって引っかかるんですよ。なので2番の場合こいつがなんかちょっと合ってへんような気がするんで、太めの針を置いて、まあ棒やったら何でもいいですよ。この間のこの溝と溝の間に入ればいいんで。溝の間がね研げるんやったら何でもいいです。もうまあもうこの研ぎが終わったらお家に帰ろうかなと思ってます。たまにはね子供と顔を合わさんとね。今日は下の子が遠足に行ってたみたいなんで、その話をね聞いてあげたいなと思うんで。最近ね YouTube アップするのがちょっと遅くなってますけど、それはですね、お店の Wi-Fi がちょっとなんか変なことになって使えなくて、家の Wi-Fi を使って携帯からアップしてます。なので、来月までそんな感じになると思うんで、ご了承ください。さあ、これでどうかな？ちょっと軽くなったけど、でもまだやな。まだいけますね。もうちょいこう。なるべくまっすぐ、これはねもう普段はねだいたい1日をこれ月末の1日をもう研ぎよう、包丁からスーベルナイフ、丸ついもう全部ね研ぐんですよ。僕だいたい1日かかるんで、1日はそれのためにもう使ってしまうっていう感じですね。やっぱり気持ちいいもんですね。スーッと引っかかりなくいけたら。包丁とか研いでたら無心になりますよね。ただ僕包丁あんまり使うことがないんですよね。革包丁使うことはないけど、まあまあ研ぐという、引っかかるけど
どうやろうな、もうちょい行けるような気がするけど、まあもうちょい行こうかな。ちょっと動画の方がね10分過ぎたんで、まあ、こんな感じで、よいしょ、こんな感じで、ちゃんと道具も、手入れしてあげて、ものづくりに励むといいものがより作れると思うんで、ぜひよろしかったら参考にしてみてください。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。